この動画はマガシークの提供でお送りいたします。こんばんは、かんなわです。本日はタイドンマガシーク、タイドンマガシークというわけで、マガシークで買ったものをご紹介します。ですね、なんで今回マガシークさんで私が買い物をしたかと言いますと、やっぱ買い物に行く手間が省けるというか、通販でピュッて買ってピュッて届いてイエイつって着れる時代になりましたが、通販ってすごい買い物の失敗が多かったり、それが不安でなかなか買えなかったりするじゃないですか。で、マガシークさん、なんとですね、お試し試着サービスをやってるんですよ。届いた、開けてみた、色味違くないだったり、着てみた、あれサイズいつものやつなのにちょっと違うなっていうのがあるじゃないですか。通販でのお買い物をミスしちゃった時に返品できるよっていうサービスなんですよ。それが1円っていうね。あと、マガシークさんが他の通販と違うところが、ハイブランドの商品が安く買える。で、しかもセール価格に加えてクーポンも定期的に行ってるからお得ですよっていう。で、あともう一個、マガカフェっていうマガシークのキュレーションメディアがあるそうです。っていうサービスがあるのがマガシークさんです。というわけで、早速私が選んだものたちをご紹介します。こっち開けまーす。今回はですね、お試し試着サービスがあるということで、普段買わないブランドで選んでみました。クラネハイウエストのボトムでーす。かわいい。生地の張りがすごいしっかりしてる。これサイズ1を選んでみました。なんかすごいハイウエスト見えないですよね。後でコーディネートの動画を撮るので、後ほどで。レイ ID のカップ付きのタンクトップ。かわいい。これは私すごい肩幅も広いし、胸もないから、あんまりタンクトップ着ないんですけど、この形はすごいごまかせるなって思って。レイ ID とディッキーズのコラボです。ボトム。丈感もちょうどいい。ちなみに知ってます？皆さんこれ。こういうボトムのウエストって、こうやってやればわかるんですよ。っていうのも、首の2倍がウエストって言われてて、私ジャストサイズのデニム、こうやって首でやった時の感覚を覚えてて、これは試着しなくてもちょうどいいみたいな感じで選べるんですよ。だから試着がめんどくさい人は、こうやって首にこうやってやるとね、失敗しづらいよっていう。それはもちろん商品の形にもよるけど、これはすごいいい目安になるので、お試しあれ。アダム・エティロペ。サンダル。超かわいい。超かわいい。超かわいい。言い過ぎ？イエイ。はい、こちらの普段から買ってるローズバットなんですけど、ウエストマークのベルトがついてるオールインワンです。丈感は、私身長158なんですけど、引きずっちゃうんで、これ、裾上げが必要ですね。よくファッション動画で、ズルズルしちゃうっていう質問来るんですけど、私もズルズルしちゃうのは結構あって、そういうのは全部裾上げしちゃってます。ローズバットはね、ちょいちょい買ってるんですけど、まあ、こういうオールインワン系はいつもズルズルしちゃうんだけど、まあ、物によっては平気だったりするけど。そう、だから、なるべく、店で買うようにしてるんですけど。でも、いい感じです。想像よりいい感じだった。マピシタケスカート、コカっていう、知ってます？多分、ウェアとかでたくさん着てる人いるのかな。竹、めっちゃジャスト。これ値段めっちゃ安かったんだよね。今なんか GU でも出てるけど、GU のって膝下だけど足首上じゃないですか。これ、足首も隠れるロング丈。最高です。これも、コカ。初めて買ったけどさ、プチプラなのにさ、すごいね。これとかさ、ちゃんと張りあるしさ。で、これはロングの、すごい薄手の、ワンピっぽく着れるやつ。かわいい。こういうところはね、ちょっとなんか裏地というか、な感じはプチプラな感じするけど、いい感じ。というわけで、コーディネートを組んでみたいと思います。それでは、レディーゴー！シャツにスカートを合わせたものです。至ってシンプルです。普通にこうやって合わせたいなっていうものです。はい。これで今ご紹介したいのがタンクトップの選び方。皆さんタンクトップ選ぶときどこを気にしますか？私はここの開き具合を気にします。なんかずんぐん二の腕出しちゃってるけど。ここが開いてれば開いてるほど結構スッキリと見えてくれますね。で、こういうとき何着んのみたいな、下着何着んのっていうのもあると思うんですけど、これはユニクロの今カップ付きのキャミソールを着てます。またはビスチェを中に着てあげるといいと思います。私これは昔のマウジンなんですけど、こういうやつの下にヌーブラだったり、ここがないブラを着たりして着て、で、その上にこういうタンクトップ、ここが空いてるやつを着ると、なんか程よい抜け感が出るっていうか、そんな感じでございます。次！よいしょ！
今回はオールブラックでまとめました。オールブラックでまとめるときは他の動画でも言ってますが、素材違いを選ぶことで軽く見えます。でこのタンクもやっぱりここが空いてるやつを選んでますね。今回は素材違いっていうのを目立たせたかったので、このメッシュの素材のを持ってきました。とこういう靴でもいいんだけど、編み上げのサンダルで遊んでみました。次ディッキーズのコラボっていろんなとこから出るじゃないですか。なんで私が今回このフレア ID 選んだかっていうと、例えばこれがロデオとディッキーズのコラボだったらもっとオーバーサイズだと思う。でもフレア ID っていう女性らしいブランドのものからディッキーズとコラボして出てるから、血のパンでもカジュアルになりすぎない綺麗めな形サイズ感で収まると思うんですよね。だから今回ここのブランドで選んだんですよ。で本当に綺麗めな、太すぎずいい感じの、オーバーすぎず丈もちょうどいい感じで、カジュアルすぎないスポーティーな感じで仕上げてみました。次このチノパンには無地のトップスが合うのはお分かりだと思うので、ビスチで遊びました。こうなんかいつもと変えたいなっていう時にこういうね、男受けは一切しないけどこういうビスチがあると便利ですね。でカバンはラフにトートバッグ。はい次。続きましてはこのカップ付きのタンクトップを着てみました。で綺麗めのチノパンでちょっと女性らしいコーデにしてみました。なんでカバンもちっちゃいちょこんとしたやつを今合わせております。なんでこのタンクトップを買ったかというと、あの女性の体丸みが気になってて、そこに丸を持ってきちゃうと丸みたいな感じになると思うんだけど、こういうスクエア型って結構なんかそれをスッキリと見せてくれるっていうか、私は個人的にそうやって思ってるんですけど、なんでこれお気に入りで選びました。ほんとチノパンは何にでも合わせられるというか、こういうデニムでも合わせられるみたいな感じですね。なんだろうね、私こういうなんかいろいろ着回せる無難な感じの服がモノトーンですごい好きな感じですね。なんでこの調子で続けていきます。はい、これはローズバッドのオールインワンです。着てみたら丈もいい感じ、全然このぺったんこでもいい感じです。でこれがウエストマークが取り外せるので、自分の持ってる好きなベルトとも変えられるし、靴もこういうレースアップのでも全然合わせられるし、ヒールでも全然いけるし、結構これ万能じゃんみたいな。でオールインワンの時って小物雑貨、例えばこれだったらこうキャップとか合わせたりして雰囲気変えてあげてもいいしみたいな。でキャップの時はちょっとこのベルトだと、このベルトも太めで主張が強いから、もうちょっと細いベルトに。小物を使う時は小物全部が主張しないように一つの小物を一番ポイント置くというか、例えば今これだったらキャップが一番ポイントだから、これより目立つさっきつけたこのベルトを持ってきちゃうとベルトも主張があるから、これよりかは細めのベルトでちょっと主張を抑えたりとか、この格好での靴もこういう黒の面積が多いものよりかは B3 とか、あとこういう足の甲が空いているサンダルを合わせた方が黒の面積というか小物の面積がグッて大きくならなくてバランスが取りやすかったり、一番アピールしたい小物を中心に他の小物は抑えた方がごちゃごちゃせず、特に黒の場合黒ってこう印象がグッてくるからみたいな感じです。うまく伝わってますでしょうか。次行きまーす。次これはあのコカっていう安いブランドのワンピースなんですけど、こんな感じでズルズルコーデで着たり、下をテーパードタイプのデニムだったり、あとは黒スキニー履いたりとかっていう感じでゆるっと着た感じで着たいなって思っております。これね、なんか朝時間がない時にピッツってパッツってゴーみたいな感じ用の服みたいな感じかな。こういうゆるゆるのやつをゆるっと着ちゃってもいいんだけど、やっぱウエストマークをすることでスタイルアップにつながるので、私はこういう着方がいいですね。ここがこうやって開いてるものってちょっと痩せ効果がある。こうさなるよりもさ、ここが開いた方が女性らしくも着れるしみたいな感じ。ラストラスト、このクラネのパンツなんですけど、ボトムだけ見るとすごい可愛いんだけど、私のように肩幅がある人は大きく見える。こっから上がすごいから、これはちょっと今コーデを作ろうと思ったけど難しいの
のでお試しサービスの送料1円の返品をちょっとやりたいと思います。真冬のタートルネックとかだったらギリギリいけるかなって感じだけど、夏私が持ってるそのここが空いてるタンクトップとかもちょっとゆったりめのものが私手持ちが多いから、そういうのにこれはちょっと合わせにくいなっていう。ここがスッキリだったらいけんだけど、こうなっただけで全然なんかちょっとイメージが違うの分かりますか？てかちょっとね、今中ビッシュに変えたらすごい透けてあれだけど、なんかコーデって自分の自信があるところをうまく使えばいいと思うんですけど、そんな感じでコーデは以上でございます。今回マガシークさん6月いっぱいお得なクーポンをやってるということなので、ぜひ皆様概要欄の方からチェックしてみてください。まあコーデはね、ほんと無難な感じですが、ちょっとでも何か参考になれてたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。